お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのラムレイジチャレンジのね攻略をしていきたいなと思います。というわけでもうねクリアしちゃったんですけど、この後アカウント変えてまあそちらでねまあチャレンジやっていきたいと思います。でまあどんなデッキ使ったかっていうのをまあいろいろちょっと使ったんで参考程度に紹介したいなと思います。というわけで今回のチャレンジなんですけど、まあ8枚でデッキ作るじゃないですか。まあそのうちの1枚を、まあ絶対ラムライダー使わないといけませんよというようなチャレンジになってます。で、そのラムライダーには常にレイジが関わってますよと、まあ言ったチャレンジですね。なのでこんな感じで相手もね、ラムライダー絶対使ってくるので、こう、まあ最初は僕スパーキーですね。このラムを、まあメタル、デッキですね。ラムライダーを生かすというよりかは、まあ、ラムをメタって勝つというような、編成で、まあ、この辺は逆にこの高回転で、まあ、レイジラムをね、どんどん出していって、まあ、戦うような戦術でやったんですけども、まあ、ラム強いんですよ、マジで。ラムって出てる時になんか投げるじゃないですか、輪投げみたいな感じで。で、投げて、あれで結構ダメージなんか削ったりするじゃないですか、ユニットの。なんかそれがやっぱレイジ状態なんで、アホみたいに削るんですよ。もうなんならラムライダーの輪投げだけでマスケット処理するんじゃないかっていうぐらい、本当にそんぐらいの勢いで結構攻撃するので、まあ高回転ラムも強いかなと思いました。まあなんですけど、まあ個人的に、この巨スケスパーキーが一番なんか、安定してたかなというような印象を持ってたので、まあ今日はこれをね、この後やっていこうかなと思います。なんか最初ザップを入れ忘れてて、スケドラでやってたんですけど、まあスケドラでもいいのかな。でもザップある方が多分やりやすいですね。というわけで、このデッキでね、やっていきたいと思います。はい。というわけでアカウントを変えてきました。というわけで、このラムレイジチャレンジね、なんと12勝すると、この、まあ可愛らしいゴブリンちゃんのスタンプがまあもらえますよと。まあ、いうところでね、ぜひ皆さん、このスタンプ取りにね、チャレンジしてみてください、と、いうわけなんですけど、まあ、デッキ組めてないんで、組みます。で、ラムがやっぱ強いので、こう、なんだろうね、ラムを止めるのに、エレクトロウィザードがやっぱめちゃくちゃ優秀ですね、個人的には。そう、エレキがこのチャレンジ、こう、一番大事じゃないかっていうぐらい、強いと思ってます。よいしょ、さあ、こんぐらいかな？多分完成した？もう一個なんだ？もう一個なんだ？空はエリキだけでいい。陸、あれ？ヒースピースね。回転速くなって、オーケー。というわけで、このデッキでチャレンジしていくんですけど、まあ、なので、なんか小物が全然ですね。もうコウモリとか絶対入れたらダメですね。なんかラムに瞬殺されますね、スケとかも。アホみたいに強いんですよ、ラム。なので、積極的にラムを出したい気持ちも、まあ、あるんですけども、なんか課題作った方が逆にラムがいることによって、防衛ユニットがちょっと減ってるみたいなイメージですね。なんかこれも無視っすよね、ぶっちゃけ。で、これ無視したらワンチャンキングおられるのかな？キングおられたら、さすがに話にならないので、一応ミニペックで守るんですけど、こう、ラムとかの突進を止めるのにもエリキがすごい優秀ですね。で、うわこれはもうさすがにザップ打っても突破できないかな。あ、オッケー。これ左にラムライダーつけて、てかこのラムで、僕今左1個おられたんですけど、右か。マジ、ラム飛ばすだけ、やっぱ強いんですよね。なんかこう見ると、マジで高回転ラム鬼強いように見えるんですけど、いや、強いんですよね、マジ。高回転ラムも。なんですけど、なんか2.6 ホグの、マスケはマスケか、2.6 ホグのラムライダー版みたいなのやったんですけど、逆に相手のラムが止まんない。そう。なんか、防衛がちょっと大変だったんですよ。まあ、もともと、26俺極めてからって人とかは、ぜひね、そういうデッキでもいいと思うんですけど、なんかこう、スケとかアイスピとか普段あんま使ってないと、なんかスケも一瞬で溶けちゃうし、なんか結構ラムが止まんなかったんですよね、やってて。なので、僕はこういう、なんかもうラムをメタルで、やろうかなと思います。やべえ、ちょっと待って。待って、やべえ。え、終わる。え、一発？やめて。まだ0勝なの、俺。しかもこれ、さては、こっち側にラムライダー飛ばされたらやばいんですよね。エレキで踏むんですけど、やべえ、待って、負ける、ワンチャン負ける。うい、ナイス。で、これも許容しますね。許容。これ、許容するっていうぐらいのガゴブレなんですけど、僕はキングを守んなきゃいけないので、
よいしょ。さあ、で、こっち側にちょっと警戒しつつ、オッケーオッケー。これエレキって踏んでね。エレキが、まあ、このラムの突進はやっぱ唯一止めれるので、施設とかだと一瞬で、やばいやばい、待って。やばいやばい、負ける。で、バルーン来たらランボーエですね。バルーン来たらランボーエなので、いや、ラム飛ばすか悩むな。ラム飛ばすか悩むんですけど、今来ないので行きます。行ったら、なんならこれラムが止まんない。はえーお前、早すぎーというようなね。試合です。ちょっとマグソになってるのよくないんですけど、個人的にはこれですね。まあ、しょっぱなから、ババが来たからスパーキー出したんですけど、まあ、ラムとかにスパーキー合わせたらよりね、こう、フルカウンターでいい感じなんじゃないかなと、思うんですけど、意外と、その輪投げ理論で、スパーキーザップ垂れると、ラムプラスザップで結構ミリ残りになったりするんで、こう、ここですね。意外とカバーがいると言いますか、なんかヒースピ添えたりだとか、そう、これですね。これで意外と溶かされるので、なんかすぐ巨石蓋をしてあげたりだとか、なんかこうカバーしないと意外とラムで、このファイ、溶かされちゃうっていうのがありますね。よいしょ。さあ、これエレキでいい感じね。いや、早すぎて、インドラちょっとリセットかかったっていうか、なんかあれですね。タゲが外れましたね。まあ、遠くに行ったからだと思うんですけど。さあ、というところで、もう早速一本折っていきますね。よいしょ。なかなかのチンパン具合なんですけど、まあ、これぐらいがちょうどいいですよね。で、まあ、あと800とかになると、マジラム飛ばせば終わるんですよ。まあ、なので、まあ、それまでキングを折れないようにほどほどに守るみたいな感じですかね。なんかラム飛ばされると、ぶっちゃけ完封するの結構むずいですね。エレキ出しても、まあ、止まるんですけど、エレキ結構やられそうになったりとか、まあ、して、なんか意外と、ラムを完璧に止めるのは今回無理なので、逆に僕のラムも絶対ちょっとは入るんですよ。まあ、なので、なんか逆に型作って、一気に大物ドッカーンっていうね、戦術ですね。これも。ほら、あいつ早いんですよね。早いの次元じゃないんですよ。早すぎるんですよね。そう。というわけでね、個人的には、この、まあ、キョスケじゃなくてもいいのかな。これ全然違う。メガナイト、とかでもいいのかなっていう部分があるんですけど、まあ、どうだろう、メガナイトでもいいのかな。まあ、そこはちょっと好みとかですかね。まあ、個人的にエレキ必須ぐらいですね。エレキがなかったら、結構このデッキは成り立たないと思ってますね。インドラとかもきついですし。まあ、なので、そうしたら、まあ、さっき僕がやってた 2.6 オグの、まあ、ラムライダーにしてみたとか、まあ、このエレキの替えだったらなんだろうな。まあ、ライドラとか、まあ、トリトンはちょっと違うか。まあ、なんかそんな感じでね、ちょっと、エレキない方は難しいな、今回は。さすがに、なんか、強いんですよ、これ。早いんですよ、これ。うい、これ。オッケー。まあ、でもこれは、さすがにエレキがやっぱ強いんですね。あ、でもタゲがよろしくねえな。めっちゃやべえ。めっちゃ強いんですよ。もうエレキとキョスケこんなに削られますからね。そう。まあなんですけど、あー、いいファイヤーボールだ。まあ。これはもう一発入ったラッキーですね。で、あとはラム飛ばせば僕の攻めもね、通るというところで、まあどれだけなんか守って綺麗にカウンターできるかみたいなところありますよね。さあ、スパーキーでいけます。まあラム飛ばすだけお互いダメージが通っていきますね。なんかペッカラムとかも個人的に強そうですけどね。ラムプラスライト、ラムプラスザップ。なんかウッドとかじゃなくて、まあ、ザップとかの方が個人的に強いがしますね。まあ、その理由は、こう、ラムザップで、まあ、ウィザードとかも溶かせますし、スパーキーにも勝てますし、これラムザップでウィザード溶けるってやばくないですか？普通に考えて。そう、まあ、それが強いと思いますね。なんで、今回は、なんか、ザップだと思いますね。大事なのは。これな、守りたい気持ちもあるんですけど、まあ、守れないんでね。守れないこともなさそうでしたけど、まあ、守らずに、キングおられないようにして、よいしょ。さあ、まあ、こんなもんでいいかな、という感じですね。で、あとはもう、これ、絶対形作っちゃえば強いので、キョスケ、スパーキー、もうラム、レイジとか、しちゃえばぶっちゃけ余裕だと思いますね。で、この際に気をつけるのが、ラムライダーが思った以上に削ってくるので、相手逆サイラムとか来たらしっかり防衛しないと、逆にピンチになりますね。あ、てかこれラム早いんすね。いっちゃいますね。
まあ、行っちゃったら行っちゃったで逆に頑張ってもらって、よいしょ。さあレイジも加えてね、おい、いけん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 、ヒースピもね、いいですね。でもうこれもう一回ケツスパとかしたら逆に相手ね、こうラムで攻めれなくなったりとか、まあ、するんで、まあ、スパキー回ったらケツスパでいいんじゃないかなと思います。でこうラム防衛あるじゃないですか、ラム来た時にラムでこう止める技があるんですけど、あの遅延ね、輪投げ理論あのなんですけど、早すぎてラムを出すのがちょっと遅いと普通にラムが突進しちゃうんですよ。まあ、なのでラムをラム受けする際には結構早めにね、出さないとバチクリバチクリいかれちゃうんで、そこはマジで気をつけてください。ちょっと次ラム防衛ね一回やるんですけど、早いんすよあいつ、早すぎるんで、まあ、今回エレキもあるんでエレキでも守れるんですけど、エレキない時とかラム防衛するんですけど、まあ、早めに出さないとちょっと遅いと普通にターンまで突進しちゃうんで、まあそこは気をつけていただきたいですね。相手は出してこないですね。とりあえずヒースピでも流してラム、いや待つんかい、待つんならね、いやこれギャングとかももうラムが全部処理してくれるんですよ、ぶっちゃけ。え、何も出してこないって思う。あ、待って、普通にエレキ出しちゃった、癖でね、癖でエレキ出しちゃったんですけど、まあこんな感じでね、ラム防衛すると、まあ自然とこう相手のラムを止めつつ、まあカウンターになるっていうので、まあ逆にこうラム防衛知らなかったよっていう方はぜひね、こうしてみるとすごいいいかもしれません。というわけで、今のでだってやばくない？ボーラーもう半分になってる。いやー、そうなんですよ。本当に。まあそんぐらいラムが今回強いので、高回転ラムも個人的にね、すごいありかなとは思ってます。さあもうミニペーレイジで、よいしょ、いけ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 、ジャップだけ構えてスケルトン部隊ですね。これもヒースピも添えてあげて、まあこれでタワー折れるっていうので、ね、個人的にね、この、まあサイドがついてくる。ラムを使わなくても結構削れるので、このデッキは個人的に好きですね。まあなんなら追い打ちラムで、あ、これでもう終わりなんですよ。ザップって何か分かんないけど、あいつが溶けるんですよね。あ、ラムですね。ラムで戦ってんだ。オントンオントンっていうね。そう、19。ザップ圏内なんですけど、ワンチャンエレキ届かねえかな。うい、来たー、ナイスー、背中。背中雷撃。さあ、という感じですかね。個人的には、まあ、このデッキは結構ね、おすすめかなー。と思うんですけどね。なんかいろんな、なんか可能性がありますね。今回のチャレンジは。ラムが強すぎて、なんかもっともっといい方もあると思うんですけど、まあ、一旦ね、僕はこれでぜひ、紹介となりますね。なんかまあ他のクララ YouTuber とかも絶対、まあ紹介するかな。まあ多分すると思うんで、そちらもね、ぜひ、いやー、あらたのデッキ、きついよって思った方は、ぜひね、他の YouTuber さんのデッキとか、ぜひ見てみてください。というわけで、まあ僕のデッキが一番使いやすいんですけどね。間違いなく。はい。という感じで、もうラム飛ばせば、まあダメージ入るでしょ。これ見て、ラムがネクロ倒すんですよ。これやばくないですか？これ。で、まあこれ相手のラムにはスパーキー打ってあげて、スパーキー打ってあげてとか、まあスパーキー出してあげてね。オーケー、いや強い。もうこれがまあ強いですね。さあ、いい竹。キョスケ出せれると最強なんですけど、まあキョスケ出せれないので、まあ一回待ってもいいかなというような気もしますよね。あれに速攻ザップ打つべきですね。打ってスパーキー一発通したいが、あ、これあれですね。さあラム受けですね。これなんか相手のプリンスとかメガナイト、あのミニペとかでもこのラム受けできるんで、ぜひね、あの使ってみてください。よいしょ。さあ横に出しつつ、いや、マジでちゃあれ、なんかザップで消えねえかな。いや、マジで。全部のユニット、ラムプラスのザップで処理できそうなんですよね。強いな、マジで。これが普段のラムだったらやばいっすね。さすがに。さすがに使われすぎるか、それは。まあ、そんなわけでね。もうこれ、あと、てか、基本サンクラですね。なんかもう、家庭作っちゃえば、だからその後ラムで絶対ダメージで入って、なんかキング、サンクラバックですね、今回の試合は。わお。いっていっていって。まあまあ、これ、キョスケ組んで、まあ、ラム来たらエレキで踏んじゃえばいいですね。
よいしょ。で、なんなら、まあ、これ、キョスケラム組んであげて、もうこれで勝ちまだですね。早い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 。早すぎるんだよな、君。そんなに、いやー、君も早い。あー、待って、すげえな。すげえ早いし、ちょっと、いいね、いいハンターですね。これでもスパーキーが、うん、ズコン。ズコン。で、対空側の僕、エレキしかいないんで、このデッキ。意外とベビーとかきついんですけど、まあ、そこはね、許してください。ラムで処理します。ベビーをラムで処理します。よいしょ。さあ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 。お、これ避けるんじゃね？いや、めっちゃいいエイムやんけ。で、まあ、メガナイトがいたんで、これミニペサイタもメガナイト来るんで、一回受けから行って、受けから行けば、これ、もう相手時間ないですね。よいしょ。さあ、まあ、一応ザップ打つ気もするが、エレキトロビズ、強いね。グッドゲームと、まあ、いう感じですね。ぜひ、こちらのデッキ使ってみてください。ラム、鬼強いです。しかも楽しいですね。なんか、こういうのもっともっといろんなチャレンジ来たらね。まあ、で、動画出そうかなと思う。やば。巨大宝ボックスからウルトラデータ、珍しくないですか？まあ、いらないんですけどね。はい、というわけで、終わります。よければね、僕のデッキは、神強すぎ、助かったなっていう方はね、高評価や、チャンネル登録とよろしくお願いします。コメントもね、全部読んでます。よろしくお願いします。というわけで、終わります。お疲れちゃんでした。またね。